はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。この4、5日ですね、中国の福建、福建ですね、日本語で言うと福建という空母がですね、8万トンらしいんですけど、が浸水した。浸水っていうのはですね、艦ドックという、船を作ってるわけですね。船を作ってるところから、海へ水のあるところへ出したというところは浸水って言うんですけど、それで海に浮かべたわけですね。これがすごいというニュースになってましてですね、8万トン、他の2隻ですね、遼寧と山東はですね、6万トンらしくて、で何よりもですね、システムが違うんですね。前の2隻はですね、蒸気カタパルトという、カタパルトって何かと言いますと、バネなんですね。その飛行機をですね、バネでパチンコと同じですね、ギューッとこう、後ろやって、ビヨーンとこう打ち出すわけですね。そのパチンコのことをカタパルトって言うんですけど、もうゴムでビューってですね、それがこう蒸気式になってるのか、ビューッと引っ張りしませんよ。蒸気カタパルトでこう、その飛行機がこうやったらキューンと押すわけですけども、この押すのをカタパルトっていうわけですけど、それが前の2隻は蒸気カタパルトというものになりまして、で、新しいこの風船は、磁力、電磁カタパルトというのになってます。それがどう違うねんと言われて私はよく分かりませんけども、電磁カタパルトの方がこう強いんです、押す力がですね。強いとどうなるかと言いますと、より重たい大きな飛行機をこう発進させられるわけですね、その空母から。だから電磁カタパルトの方が要はこうやれることができることがたくさんあるというふうに言われています。でそれについてですね、もう私もこの 3,4 日いろんな記事を読んでるんですけども、いろんな疑念が出ています。一つにはですね、アメリカの空母って11隻あるんですけども、10隻全部原子力なんですね。エネルギーが原子力、原子炉を積んであるわけですよ。つまり原子力発電所にある原子炉と同じ構造のものが積んであって、でそこで生み出される動力ですね、簡単には電気でしょうね。でぐわーっとこうモーターを回してですね、こう動いてるわけです。でそのカタパルトもですね、その発電された電気をもとにですね、こう使ってるんでしょうね。でところが新しく浸水したですね、風船という空母はですね、従来型、通常型の動力であるということは、すなわちですね、ディーゼルエンジンなんですね。でそこで発電した電気でもって、その電磁カタパルトを動かすんやということにされていて、それは非常に安定、電力的に安定しないんちゃうかというふうに言われています。で、軍艦というものはですね、浸水したらすぐ使えるものではないんですね。例えばタンカーであればね、できました浸水って言ったらですね、ちょっと動かしてみて問題なければですね、じゃあ行こうかっつって、中東の方行って、って原因済んでって帰ってこうってできるんですけど、要は動きさえきちんとですね、動くんやということが分かればいいわけであって、その辺の海をひーっと回ってきたらいいわけですよ。あとはですね、原因を積むところのですね、作業がちゃんとできるようになって、機能がついてるかって、実に単純な機能ですよね。原油をこう入れて、あとそれをもう出すというだけの機能ですよ。あとは海をですね、じゃあ渡る能力があればいいわけですね、タンカーっていうのは。そしたら浸水したらですね、使えるまでに多分そんなに時間かからない、早ければ 1,2 ヶ月でできるんじゃんかなと、ちゃんと動くということが分かればいいわけであって、ところがですね、空母となりますと、これがまた別でございますですね、海には出られるかもしれないけども、じゃあ空母としてちゃんと機能するのかというところはですね、もう世界一難しい船やと思います。なぜかというと、飛行甲板がありまして、そこにですね、飛行機を乗せてですね、さっき言ったカタパルトでビョンって打ち出さなあかんわけですね。で実際その電磁カタパルトがですね、こう使えるのか使えないのかって言ったら、海の上に出てですね、実際の飛行機をですね、カタパルトに乗せてビヤンと打ち出してみるとですね、ほんまに使えるかどうかわからんわけですよ。そんなもんね、艦ドックでやってるのとですね、海の上でやってるのはやっぱ状況は違いますから、それでもって艦ドックで打ち出しなんかできません。
空母というのは通常ですね、飛行機を飛ばすときには風上に船首を向けます。向かい風のときにこういった方が浮力がつくわけですね。で艦ドックではですね、艦ドックだって多分あの上塞がれてると思うんですよ、あの屋根があると思うんですね。で そういう実験できません。あの屋根付けとかアメリカの衛星にバレますから、ね、なんで、できませんので、風も吹いてこないし、とする実際飛行機をこう発艦させてみればわかるわけですね。その飛行機もですね、空の飛行機ではなくて人が乗ってですね、爆弾やミサイルやって重たく積んで最高性能ですね、あのマニュアルのですね、一番重たい何トンか知りませんけど何十トンかの飛行機をカタパルトでビャンと打ち出してみてですね、発艦できるかどうかとやってみたらわかるわけですね。やってみたらわかるわけですね。これ発艦はね比較的容易なんです実は。ただパイロットの訓練をは大変ですよ。ものすごい G がかかるんで、まあそれはまあパイロットがやればいいんですけど、その時に着艦できなかったわけですね。着艦といえば飛行機をこうその船に降りるわけですけど、降りるとですね、そこにまたあのワイヤーみたいなのがですね、キューッとこう止めなあかんわけですよ。なんせあの船の上ですからね、普通は3キロもあるような滑走路使えないわけですよ。せいぜいあれ何百メートル、800メートルぐらいですか、そんなあんのかな、よう知らんけど。まあそれくらいのところで発着艦をやらなきゃいけないわけですね。この前遼寧という空母はですね、あのそれを300回やったとか言って、沖縄の沖でね、いや偉いなと思いました正直。あのポンコツかと思いましたよ。できんのそんなみたいな。まあよっぽどねこそっと訓練してたんですよね、だから機能してるんですね遼寧は、一応ね。で、今度のですねこのフーチェンがですね、そうやった発艦訓練とかですね、着艦訓練とかをこう繰り返してですね、きちんとですねこう空母としてですね、こう収益っていうんですけど、あの作戦行動が可能になるってことですね。収益になるまでにはおそらく5年はかかるんじゃないかと言われてます。あの遼寧自体もですね、あのウクライナから引っ張ってきたんですけど、あの引っ張ってきてからですね、もう10年ぐらい経つんじゃないますかね、もっと経つかな、でやっとね300回発着艦できて、300回発着艦してるということは、まあ、機能してるということなんですよ。10年以上かかってるんじゃないますか遼寧で。で2番目の3頭っていうのはまたですね、この西側が300回の発着艦をモニターしていないんですよ。まだ頑張ったんじゃないですか。あれも浸水してから3、4年経ってるんじゃないかな。まあ空母ってそれだけ厄介なんですよ。ものすごく厄介なもんであって、アメリカ10隻持ってるんですけど、これで中国3隻やって、これ単なる11対3ちゃうんです。全然違います。アメリカはね11隻常に回るように、常に回りませんけどね、大体、どうでしょうね、10隻あったら即座に作戦行動が可能なのは5隻か6隻だと思います。あんな一回ねぐるっとね地球をね一周ぐらいしてきたらね、またね入ってね、じゃあのいろいろこう調整しなあかんわけですよ、で訓練もしなあかんし、乗務員にはあの休暇も出さなあかんわけですよ。だからまあ11巻あってもすぐによっしゃ行けとかって入れるのは6巻ぐらいちゃうんかなと思いますけどね、まあ、あのそういうもんなんですね。だから中国3巻あるからあれやんか、アメリカには負けへんでとかで、ほど遠い。ほど遠いし、その申し上げました電磁カタパルトというのがですね、その、マニュアル通り、彼らの目論見通り動くんかどうか。アメリカの11隻は全部原子力なんでエネルギー的には問題ないんですけど、どう通常型、多分中国も原子力空母にしたかったはずですよ。でもそれよっぽど技術的にできなかったんでしょうね。そのあたり私も詳しくないんですけど、そんな難しいんですかって感じですよね、原子力空母を作るのが。まあよう分かりません。まあでも頑張ってあることは確かなんですけど、まあ短くて5年はかかると思いますね、だから即座にどうということもないしですね、従来言ってます通り空母ってねものすごい弱いんですよ。海の中からの攻撃に、ものすごい弱いんですね。弱いから、その空母一隻つけたら、まあそれ守る船をですね、専属に守る船を最低でも 5、6隻はつけなあかんじゃんかなと、駆逐艦ですね。まあだから厄介であって、あの再々言うてます通り中国がねそれを持つ必要ってないんですよ。
ないのにね、あのいやあれですよ、あのガダルカナル取りに行くんやって話は別ですけどまあそんな取ってんだな、何すんやって話がありますけど、トンガ王国を懲らしめに行くんやとかね、フィジー王国を脅かすんやとかっていうんだったらですね、あのまあまあ多少は役に立つかもわからないけど、あんなとこ行ってね、あんなとこまで行ってね、作戦行動が取るってとものすごい大変なことなんですよ。アメリカは揃ってやってしまいますけど、そんなんね、僕の生きているうちにそこまでね、中国海軍の能力が高まるなんて、とても思えないし、で、仮にね、そんなところ行ってね、作戦行動する、ね、敵はアメリカ軍が出てくるかもわからんとかって、そんな一発でやれてしまいますよ。ほんまに。だから何考えてるのかようわからんって、そんなもん作ってどうすんのと思うんですけど、まあ頑張ってやってという感じですね。まあそこに力を注いでいただいている分はですね、あの、あれですね、他のところが弱くなるわけですから、うん、膨大なですね、人力とですね、視力ですね、お金を使って、あれ、空母を作ってらっしゃるわけであって、まあまあええやん、頑張ってという感じですね。はい、ということで、特に貼るページはございません。あの、皆さんそれぞれですね、このフーチェンというところで、検索をしていただければですね、いろんなニュースが出てくるかと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。